日本のインスタントラーメンが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本人は20世紀最高の発明品はインスタントラーメンを1位に選んだという記事に海外が興味津々の話題です。海外、ノーラーメンノーライフ。実はこれからご紹介するこの記事は20年前の記事なのですが、最近またある海外掲示板で話題になっています。以下がその概要です。日本はヌードルを1位に選んだ。日本人は20世紀の彼らの最高の発明がインスタントラーメンであったと信じています。そして次に選んだのは携帯用ステレオ、コンピューターゲーム、信じられないほど小型のカメラよりもカラオケでした。インスタントラーメンは1958年に日本の日清食品によって作られました。皮肉にも当時の日本の食品業界からは、この製品の斬新さには将来性はないと拒絶されていました。そしてそれはとんでもない間違いでした。日本人が何を最高の輸出品として考えているのかのアンケート結果が発表されたことを受け、富士総合研究所は、メイドインジャパンを代表するインスタントヌードルは、今では国内だけでなく世界の食品にもなっていると話しました。エルビス・プレスリーやホイットニー・ヒューストンになりきってしまい、友人や他人の前で恥をさらしてしまうあのカラオケは第2位でした。1979年にソニーから発売されたウォークマンが3位、その後に家庭用ゲーム機、CD、コンパクトカメラと続きます。年配の回答者は、ポケモンより一つ上の第7位に黒沢明の映画を押し上げるのを手伝いました。黒沢は1950年代の映画、七人の侍で名声を確立し、その映画は荒野の七人としてリメイクされています。以上が記事の概要です。この話題に海外から様々なコメントがたくさん寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。私も日本人の意見に同意するよ。うん、私も同意、間違いないね。俺も同意だ。食べ物はとても重要なものの一つだよ。我々人類すべての食を保つのは巨大な食料であり、ラーメンは毎日ほぼ数十億人を養っているんだ。うん、彼らは何も間違っちゃいないね。俺はカップラーメンが本当にすっごく大好きなんだよ。その素晴らしい発明のため、日本に神の祝福を。今の俺には日本人の選択に梅雨ほども異議を唱えることができない。ノーラーメンノーライフ。この結果はなかなかインパクトを与えてくれたよ。俺の好きな食べ物ランキング第1位でもあるぞ。いやマジで俺もラーメンがなかったら死ぬかも。お前だけでなく大学生のほとんどがそうだろうな。中国人の俺も日本人の意見に全く反論できない。ラーメンを発明した唯一の理由、それは飢餓から世界を救うことだ。重さがほとんどなく乾燥状態のまま何年も保存でき、必要なものはお湯だけ。ラーメンが最終的に発展途上国へ援助物資として送られるのではなく、先進国で商業化されている現状は常にその発明者を困惑させているという。俺たちはここではっきりさせておく必要がありそうだ。日本人の最大の発明はインスタントラーメンであることを。ラーメンが1位には全力で納得だ。日本人の食習慣を変え、アジア、そして世界の食習慣をも変えてしまったことを思えばね。ステレオ、ウォークマン、デジタルカメラ、これらは全て消えていくか大幅に変化している。一方、ラーメンはほぼ開発された当初のままだ。あらゆる家庭で見かけるほどすでに定着してる。とてもハングリーな大学生として、俺はインスタントラーメンを発明してくれたことを日本に毎日感謝しているよ。美味しくてお腹いっぱいにしてくれるからね。桃福安藤よ、安らかに眠っておくれ。ポケモンが8位だと？日本人の優先順位はとてつもなくずれてやがるぜ。
奴の意見は的を得ている。ただ日本人はポケモンではなく軽音を選ぶべきだった。乾燥パスタ1ポンドが1ドルで買えるのに、なぜラーメンが安いと思われているのか俺にはさっぱりだよ。簡単に作れるのは確かだが激安ではないだろう。パスタはそれにかけるソースも必要だからね。ここニューヨークの人々は一杯のラーメンに10から15ドルものお金を払ってるんだ。高級イタリアンパスタ店と接するなどラーメン専門店の人気ぶりがうかがえる。実際めちゃくちゃうまかったりするんだけどね。時代が違うが面白い記事だね。インスタントラーメンは偉大な発明だよ。他の食品に比べわずかなコストで大量に供給できるんだ。食料危機における生命維持や貧困者への食料支援のことを俺たちは考慮する必要があると思う。で、その次の2位にカラオケが選ばれたって？それはないわ。確かにカラオケは大人気だけどな。だがこのランキングは最も実用的というよりは最も人気のある発明といった感じだね。インスタントラーメンのおかげで何百万もの貧困者が犯罪者にならずに済んでいるんだ。え、20世紀最高の発明ってゲームボーイじゃなくてか？任天堂は？私は冷蔵庫の残り物を入れて食べるのが大好き。昨日の夕飯はラーメンに食べ残しのロンドンブロイルを入れて食べたよ。ロンドンブロイルは北アメリカで一般的な牛肉料理。わかるわかる。日本にいて市場でいくつかのインスタントラーメンを買ったけど、あそこはすっごく良かったわ。一体何人の大学生がインスタントラーメンのお世話になってるんだろうね。私もお金と時間が厳しかった頃はよくお世話になったよ。テスト前に詰め込み勉強中の夜食とかね。袋を開けてそのままで調味料をかけて食べたりもしてたよ。イギリス在住なんだけど、昔キャンプに行った時、とにかく寒くて凍えて仕方がなかったんだ。でも俺はインスタントラーメンを5パック持っていたから本当に助かったよ。インスタントラーメンの発明は第二次世界大戦後、日本人が安くて清潔で温かい食事が食べられるようにと作られたんだってな。すべての人々の食が満たされた時、世界に平和がやってくる。安藤桃福。俺はいつもカップヌードルを買ってるね。アメリカ製のものよりずっと素晴らしいんだ。ポケモンの上に宮崎駿監督作品を付け加える必要があるんじゃ。日本の素晴らしいラーメンは俺が大好きな料理の一つだね。安くてタンパク質豊富な食事にしたかったらラーメンに卵をいくつか入れるといいよ。麺や冷凍野菜を追加してもいいよね。同じくラーメンは俺が待ち望んでいた最高の料理なんだ。本当に素晴らしい発明ばっかりだな。最高だぜ。以上が海外の反応です。やはりインスタントラーメンは海外でも絶大的に支持されているようですね。皆さん異議なしのようでした。でも本日ご紹介した記事は20年前のものでしたが、未だに話題になるなんて驚きました。さて、ちなみにその時の順位がこちら。1位インスタントラーメン、2位カラオケ、3位ウォークマン、4位家庭用ゲーム機、5位 CD、 6位コンパクトカメラ、7位黒澤明監督作品、8位ポケモン。なるほど、今やったらどうなるのでしょうか。気になりますね。コメントにもありましたが、インスタントラーメンの生みの親、日清食品創業者安藤桃福氏は、すべての人に十分な食料があれば世界に平和が訪れると考え作り出したとのこと。なんだか感動的ですね。ということで、人類の命を救っているという偉大な事実により、私もインスタントラーメンに一票です。ビシッ。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄へお願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。